みなさん、こんばんは。はい、こんばんは。そんなのあったっけ？まあ、いけない。ライブバージョンになっちゃう。ああ、そうかそうか、はい。毎日幸せな人、酒井ほのかです。ほのちゃんって呼んでください。せーの、ほのちゃん。ありがとうございます。はい、前読み太一です、はい、よろしくお願いします、うん、ということで、はい、ございます。いやー、びっくりしました。びっくりしました。19時ですから。そうですね、今日早いですね。いつもはね、はい、21時だいぶからね、やってきましたけど、はい、19時にしてみようってことでね、はい、やったんですけどね。そしたら時間間違えましてね、私さっき来ましたっていう。バタついております。すいません、本当に。なんか、いえ、ごめんなさい。おかげでね、なんか調子が整わないみたいなそう、なんかバタバタして言ってましたけど。そうなんです。いや、どうしようと思ってね。もし万が一間に合わなかったら一人でやってもらうことになるところだったと思って。一人はちょっと危険ですよね。しかも台本もないしね。はい、怖いですよ。一人でやったことありましたっけ。でもなんか前にやってみようみたいな。いや、やってみようはあったけど、いや、一人はちょっと。でも一応言いましたから、僕は。ああ、そっか。全くいないでってことはない。あの、コロナ の流行ってた時に、はいはい、後ろにいて一人でやってもらってましたけど、ね。はい、じゃあもう空間で一人みたいなことはまだないですね。ただ一回俺なんかその企画の荷物を忘れて、はい、家にこっちに来てから家に取りに帰るっていう回がありましたけどね。あったような気がします、それ、うん、あの時も危なかったですけども、どうでもいい話すごい長くしちゃいました、はい、すいません、ということで、はい、フリートークから始めますけれども、はい、どうですか最近ということなんですが。最近ですね、うん、そうなんです。特にあの変わったことがなくて、あ、声が、そうなんです、声がカスカスしてるんですよ今、うん、これは何、場合によってはちょっと俺帰らせてもらうけどあ、距離取らせていただいて。大丈夫です、違うんですよ。何でしょう。花粉がありましたよね。花粉ってこの時期あんの。いや、花粉じゃない、ハウスダストとかですかね。ホコリかな、はは。なんか鼻水がすごくてずっと、うん、からの喉って感じです、うん、だから喉がイガイガする。なんか喉が、はい、イガイガではないんですよね、うん、なんかカス、こうカスカス、カスカスしてるんです。大丈夫ですか。乾燥かな。病院行きました。病院行ってないです。行ってよ怖いなそう、でも熱とかじゃないんで。まあね、まあ、もうあんまり治んなかったら行かないといけないですね。でもだって長いんでしょ。長いです、もう3週間ぐらい。いや、行きなさいよあんまり治らなかったらの基準がわからない。確かに、うん、まあ、近々。でも耳鼻科って混んでるませんか、はい分かんないですけど。そうなんですか。はい、ま、毎回めちゃくちゃ1時間は必ず待たされるんですよ。それは病院が悪いんじゃないの。知らないけど。そうなんです。でかいとかですか。じゃなくて、まあ、うん、普通の地域にあるやつみたいな。そう、はい、うん、なんかすごい待つなと思って、やっぱ面倒くさくなっちゃいますよね。今予約できるのとかありますよ。ああ、ちょっとそこ探していきますね、うん。なんか年寄りみたいな話し始めたけど、なんか嫌だな。ライブ歌ってても、はい、高音がなんかこうってこう出ないんですよ。まあそうでしょうね、その声ではね。そうなんです。だからそれがちょっとまずいぞって思って、はいはい、今ライブは近々いつあるんですか。13日です。来週、再来週、来週か。まあそこまでには治るでしょう、さすがに。どうでしょうねはい、まあ特に原因は不明ということですね。そうです、原因不明のカスカスです、うん、なるほどね、はい、まあでも元気だ。元気いっぱいですいうことですね、はい、はい、じゃあちょっとファッションチェックいきましょうはいはいはい、テーマを今日は、見えるかなこれ、皆さん、これスス邪魔ですか、このあれが。この辺にしとこうか。はい、あの12月ということで、ちょっとこう赤の、これ赤なんです、ちょっと赤、うん、なんです、これエンジっぽい赤みたいな、うん、色にこのふわふわ、ちょっとこう冬だね、冬感を意識しました。確かに、はい、なるほど。そういう感じです。そうです、うん、最近あのめちゃくちゃカジュアルばっか着てたんですけど、去年とかは、うん、最近はこうまたお姉さん系に戻って、好みが、まあ、でも冬はさ割とそういうのがそうですね、かわいい、ふわふわって女の子らしいやつが、うん、うん、いいですね。そうですよね、はい、あれ撮影タイム、はい、ですよね、
はい、なんか静かですけど大丈夫ですか？なんか撮ってない、ね、撮られなくなっちゃったってことですかね。はい、撮れました。まあそういうことで、はい、じゃあ撮っていただいて、はい、ポージングも大丈夫であれば、はい、あれですけど大丈夫です。はい、静かすぎて確かに撮影タイムなのにっていう ね、 そうですね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあそろそろ行きましょうか、はい、番組のタイトルコールをお願いいたしますという、はい、いきます。酒井ほのかのメロメロ光線ビーム浴びてみー本当にカスカスしてる ね、 ねずっと大丈夫かな。でもずっとこれなんです最近。あー、なるほど、はい、まあしょうがない、元気もりもりです。うん、まあでも流行ってるみたいですからね、いろいろ病気がね、気をつけないといけませんけれども、はい、はい、じゃあ早速ですけれどもコーナー行きたいと思います。はい、どうぞ。ホノスターグラム、はい、はい、それではホノスタグラム行ってみましょうということで、はい、今回のテーマは2023年ナンバーワンほのかです。はい、これは皆さんが、持っている、まあ撮った、うん、2023年に撮ったこれだというね、まあベストワンの酒井さんの今年一番の写真を送っていただきました、はい、ということです。はい、では早速1枚目、どこに写る、あ、ここ、はい、タカさん、はい、2023年6月1日に撮影した写真です。今年はマーメイドプリンセスという配信イベントにも挑戦したほのちゃんということで、プリンセスを身にまとったほのちゃん写真をお送りいたします。今年もいろんなほのちゃん撮影できたのもあって充実したほの活を送れたと個人的には思っております。今年1年ありがとうございましたと、ありがとうございます、ね、はい、ということでマーメイドプリンセスということなんですけれども、はい、そうだ、ん、やりましたね、イベント、マーメイドプリンセス、ですか、いや、違うやつでやりました。ミクチャ、あ、ミクチャ、はい、はいはい、どうでした。決勝まで行ったんでしたっけ。いや、全然本人覚えてないってそんなことありますか。なんか結構難しかったです。あ、やっぱなんか本当に昔からずっとやってる方がっていうのがやっぱ強い、まあね、新参者がいきなりね、そうですね、昨日今日ミクチャ始めましたっつったって、そうですよね、それはね、けどあの本当皆さん初めて、うん、まあ、ってやったけど応援してくれたんで、うん、いい経験になりました。あ、なるほどね。次はでもショールームでやりたいかなって思いましたね、うん、なんかせっかくこんなずっとやってるから。そうだよね、ショールームでちょっと何か残したい、イベントをね、はい、探して今は仮想、うん、ちょっと考えてます。まあでもいいんじゃないですか、そういうのも、うん、いろいろやりたいなって思ってねやってみた、うんうんうん、はい、なるほど。ということでこちらの方の写真もまあそういったイメージで、はい、これあの本当に多分前も話したんですけど、これ2名の方しか撮ってないんで、あ、そう、この送ってくださったタカさんともう一人の方しか撮ってない、あのお客さんがいなくてあ、これはフレッシュですか。そうです、のそういう企画だったってことね。まあドレスだったんですけど、まあ、お客さんが いなくて、でもそれはラッキーだよね、2人の方しか。そうなんですよ、だからうん、ラッキーです。確かにね、だって値段一緒ですもんね、はい、うん、ドレスってあんま着ないじゃないですか。なるほど、だからもうこれは貴重な写真ですよ。うん、こういう会はもうないんですか最近。あんまないんですよ。なるほどね、そう、はははまあでもいいじゃないですか、はい、うん、まだ金髪の時ですね、6月ってことですからね、はい、うんうん、ね、ということで肩出ししてますけれども、ドレスは着たいです。ではまた、なるほど、はい、まあ借りないとね、やっぱり、うん、買ってきたいです、自分で買って。あ、そうなんだ、はい、うん、サイズがあるじゃないですか、ドレスって。ああ、なるほど、やっぱ綺麗に着たいじゃないですか、だから取ってくださいまあそれは自分で企画すればいいんじゃないはい、そうします、まあ、着てっていうのを告知しないとあれです、うん、なんかそういうのやりたいです。なるほど、はい、まあじゃあ2024年ですかね。そうですね、はい、ドレス企画いいじゃないですか、うん、はい、ということで2枚目いきます。はい、コダックさん、大人かわいい雰囲気がとてもお似合いなこの写真を
2023年の1枚として送らせていただきます。2023年は初めて撮影会に参加をしたり、私事ですが結婚をしたりと激動な1年でした。最近はなかなか撮影会に参加できていませんが、新生活が落ち着いたらまた必ず参加したいと思いますのでよろしくお願いいたします、というコダックさんからでございます。おめでとうございますですね。ねえ、知らなかった。知らなかったです。そういう話したことなかった。そういう書いていただいてきたんでね。ねえ、おめでとうございます。うん、ということでこの写真ですけれども、うん、これはいつかな。これは誕生日の次の日です。でもなんかだいぶ大人、これ以来来ていただいてないので早く取りに来てください。もうほら出すと責められるから、はい、証拠が残っちゃうからね全部ね。そうです、まあ、でも一応ほらご本人もさ、そうです、忙しかったです ね、 なかなか撮影会に参加できていませんが、はい、また必ず参加したいと思いますって書いて、必ずってな、はい、そうです ね、 ね、また参加したいと思いますだったら分かんないよ、はい、必ずですか、はい、うん、お待ちしてますということなんだね。これをご覧になってるかどうか分かりません、はい、いやきっとコメント来てるのかな。あ、来てくださってますね。はい、かわいいって言ってくれてます。イエーイ、はい、誰が。たかやんさんが。なるほど、まあ、これもね、かなり大人っぽい感じ。そうですね、意識しました。うん、なるほどね。はい、これはどこですか。これはちょっと場所が分かんないんですけど。どうやって行ったんだよ逆に。あの、よく行かない場所だったんですよ。あ、そうなんだ。そう、うん、だからスタジオとかすごい覚えてるんですけど場所が出てこないんですよ。でも目黒とかそっちの方だった気がするんですよね。何 GPS ですか。はい、ああなるほど、撮影会で。うん、はい、なるほどね。でも初めて参加したって書いてますよ、コダックさん。そうです、今年撮影会自体に。あ、そうですねって言ってて、ね、ありがたいですよね。それで私を撮ってくださったのはね、え、嬉しいお話です。そのまま結婚しちゃうっていう、ね、すごい、本当に激動な1年ですよ ね、 ね、うん、これね。撮影カメラも始めて、うん、嫁は許すのかなまあいいけど確かに、こう急にこんな写真出てきてどこの女だっつって。確かに、まあお待ちしてます。はい、ご理解ある方なんでしょうね、うん、でもねまあどう、そんなにコダックさんの私生活に突っ込んでもしょうがないんですけど、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、河合さん、こんばんは。ナンバーワンを選ぶのはかなり大変でしたが、10月に撮影した猫娘にします。そしていつも楽しい撮影会ありがとうございます。まだまだ撮りたい衣装シチュエーションがありますので引き続きよろしくお願いします。今回も現場に行けなくてすみませんとおっしゃってますけど、はい、ぜひじゃあ次回は来ていただいて。そうですね、はい、あの、必ず行くとは書いてないんでわからないですけど、まあ、そうですね、観覧はすみませんと謝ってるだけですから。お待ちしてます、まあ、猫娘と、はい、いうことですけれども、これ今のアニメの猫娘の衣装なんです。へえ、なんかそれ違いがあんの。なんかやっぱ最初っていうか、その何年か前にやってたゲゲゲの鬼太郎の猫娘の洋服とか、うん、なんかやっぱ絵が全然違うなって思いました、うん、まあ絵は違うでしょうけど、それだって中身が違う人なんだから関係ないでしょ。それは絵が違うんですよ。なんていうんですか、わかるよ、顔。だから猫娘初期のやつはさ、めちゃくちゃ本当に妖怪みたいだったけど、そうて今可愛いんですよ。だんだん可愛くなってきてね。そう、うん、でお洋服とかもこの、まあ、こ本当にこの絵なんですけど、うん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 、可愛いですよね。なるほどね、うん、あ、まあね、どんどんね新しくなっていくということなんですよね、猫娘もね。はい、うん、なんで急に猫娘なのこれ。リクエストしてくださって。ああそういうことですか。こういうの着たりするのって言われて、あ、うん、好きって言ったら持ってきてくださいました。うん、なるほど。あとゾンビと、ゾンビに追われる女の子もやりました、うん、難しいんだけど、それだって誰でもいいわけでしょ。だってゾンビに追われるだけなんだから。いや違いますよ、やっぱそれは被写体として表現が必要なわけですから。いや、それは追われる演技ってこと。そうです、こうやってっていう、なんかな、ね、そういうのを。あ、まあ衣装は別に普通の。そうです、まあでもこう血とかついてるみたいな。あー、なるほど。で、傷も自分でこう描いてやりました。ゾンビになるパターンならね、ハロウィンとかで分かりますけど、はい、襲われる方。そうです、ゾンビと戦って逃げるっていう、ね、そうなんです。へえ、そういうのもやったと斧持ってこうやってやりました。へえ、ちょっとそれも見たいですけどね。そうですね、また機会あったら、ね、はい、送っていただいてね、はい、もうテーマなんかこじつけりゃいいんですから、こんなものはそうなんです、ね、いや、そうなんです、本当に、うんということで、まあ、猫娘が一番だったんじゃないか、はい、でもちょっと猫娘っぽいもんね、なんか
髪の毛も似せました、うん、ああなるほど、はい、寄せてね、はい、うん、なるほどね、ということですけど、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で続いて4枚目、はい、畑さん、ほのちゃん、まやみさん、こんばんは。今年もあっという間に12月になってしまいましたね、さて2023年ナンバーワンということで考えてこの写真を選びました。何が一番かというと、手持ちで一番大きいレンズで撮影したものです。野外、屋外かなで、望遠レンズで撮っているのですが、さすがに大きいのでほのちゃんとの距離は10メートル以上離れていますと。でもさすがにほのちゃんですので、しっかりタイミングを、合わせてくれました。急に寒くなってきて体調管理など大変ですが、健康に気をつけて来年の活躍も期待しております、ということなんですけど、ありがとうございます。すごいね、10メートルも離れてんの？そうです、これめちゃくちゃ遠いんですよ。あ、そう、全然わからないな。あのレンズがこんなん、うんうんうん、こんなんでこんなんなんですよ、うんうんうん、だからで持たせてもらったんですけど、はい、重いですね、うん、一番大きいレンズってことですからね、はい、あすごい、それをずっとこう持ってって、うん、なんか筋肉痛なりそうなぐらいな重さですよね。10メートル離れてるっつったらね、だってこのスタジオでは無理だからね、10メートル。そうですね、本当もうちょっと。よくこれ撮ってる瞬間とか分かりますね。でもそう、あのパシャッパシャッってカメラがから音をこう聞こえて。いや、そんなこんなにしてたらなんか集中できてそんな顔してないし、い別に。でもちゃんと聞いてますよ、めちゃくちゃ。うん、耳だけでね。はい。うん、とかあとこうカメラのレンズがこうやって、うんうんうん、なるのをしっかり見て。うんうん。帰って、なるほど、ってます。へいいです ね、 でね、なんか大人っぽい。そうだね、はい、確かにね、まあ、最近ですけどあんまり見たことないような、うん、確かにオスモス系の違う人みたいだね。風がいいですね、外札は。あ、なるほど、ファって来てくれるから。公園です。うん、どこですか？東京ビッグサイトですね。なるほどね。最近よく外の小札に出るんですよ。うん、なるほど、うん、でもあれですよね、大札とか遠い場合もあるもんね、取られる相手が。そうですね、まあ、基本的に遠いかもしれないです。小札よりだから本当にタイミング難しいですよね、うん、まばたきできない気がするって感じです、ずっと。別にずっと開けてなくたっていいでしょうけど。とかなんかこう鼻かけないとか、うん、ちょっとかゆって思ったら、ちょっとこうやってやってる瞬間を多分撮られてるかもしれないから、なんか、まあまあね、怖いんですよ、タイミングが分かんなくて、ね、そういつも、うん、だからこうなんかみたいな。なるべくこう分かんないようにやってる。気を使いますね。そうそう、難しい、ね、大囲み撮影も大変だなってこう勉強になりました ね、 なるほどね、はい、はいはい、今年、まあ、ということでね、はい、ありがとうございます。一番の写真こちらでした、うん、はい、続いて5枚目、はい、スギちゃんさん、こんばんは。毎回楽しく拝見させていただいています。今回は、2023年ナンバーワンほのかということでこちらの写真をお送りします。こちらは2023年3月に撮影したもので、何やら吉報が届いて喜んでいる状況を撮った一枚で、テーマに合っていると思っています。この撮影後、この写真を保存していた PC が故障してデータの復旧に多額の費用を要したため、最も高い写真という意味でも個人的に最高の一枚となっています、ということなんですけど、何ですか？これ何してるんですか？これ電話？そうじゃない？なんか吉報が来たって書いてあるよ。待って、覚えてないんですけど。なんでだよ。ちょっと思い出してください。これ何ですか？何ですかって。そこが肝でしょ、だってこれ。待って、この話の。これって撮影したのが3月だってよ。ね、なんかあったかな？メイが生まれたとかじゃないの？いや、メイは7月です。あ、そっか。なんだろう。何でしょう、聞けば分かんない、ちょっと、はい、聞いてみてよ。何ですか？あの、声出さなくていいんで。分かんない。分かんない。ちょっと鼻かんできていいですか？なんでだよ。あの、あ、なんか怒った。鼻かんできてもいいですか？もういいですよ、ごめんなさい。急に笑ったら。あ、そう、まあまあ早く帰ってきてね。はい、すいません。そんなのだってあれですよ、さっき言ってた、酒井さん一人で出るよりきついよ、だって俺の番組じゃないんだから、はい、まあ吉報ということでね、
あとはほら保存していた PC が話だけ聞いてね、はい、故障したって危ない危ない、でも持ってくれないのにティッシュ大丈夫です大丈夫、はい、思い出せずこれは出せないんです3月、3月、答え知りたいよ ね、 これねめちゃくちゃ気になるけどなんかコメントで知ってる人とか書いてきてないのないかいや、で私3月なんかあったかないや、3月嬉しいことあったかな、謎が深まるばかりですねいや本当に、え、撮ってくださった覚えてないですか分かんない何だってと分かんない分からない、はい、あで本人も分からない喜んでたっていうのが分かるってことかそうです、でも確かにすごい絶対嬉しいあれですよねえへへみたいな、マジみたいなことですよねこれねえ、なんだって、ね、やばの瞬間ですよね、多分これあれじゃないですか、多分そういう演技をしたのかもしれない、まあ確かにね、だって撮影がの最中に急に電話出るって、そう、電話ってやばいですよねどういうやつなんだって話だもんね、はい、さすがにそれはしない、そういう演出なのかな、多分、なんかそれだったら記憶にある気がするんです、まあでも出てもおかしくなさそうだけどね出ないですよ、あ、そう、はい、本当、多分そうだったかもしれないです、もしかしたら、まあちょっと後で謎解きしてみましょうか、そうですね、はい、確認しましょう、はい、でまあ PC がね壊れちゃったってよ、はいはい、データの復旧にお金がかかったって、でもこの嬉しい表情で突き飛ばされますね勝手に本当に、はい、あ、そうですか、まあそれならいいけれども、はい、ハッピーな気持ちになりますね、はい、じゃあ続いていきましょう、6枚目、はい、やすさんこんばんは、今回のテーマは2023年ナンバーワンほのかということで、先日紅葉撮影をしたのでその時の写真を送ります。ちょうど紅葉が見頃でイチョウの葉で足元は黄色い絨毯みたいでした。いろいろと撮影した中で楽しそうな1枚を送ります、よろしくお願いしますということで、本当に楽しそうだね、すごいな、ここめちゃくちゃ綺麗でした、どこ、筑波、すごい、に行ったんですけど、遠征だ、はい、でも意外と近いもんですね、まあまあね、秋葉から45分ぐらいでこうピュッて行ってくれたんで、まあね、そうだね、こんな感じ、なんか茨城県、茨城だけど、あ、結構こう楽に行けちゃうんだって思いました、だって電車が通ってでしょ、はい、ピュッて、ね、はい、ということですけど、写真カメラ持ってますけど、はい、これを、はい、あのお借りしてるカメラです、ああそうなの、はい、なんですけど、ストラップにストラップを勝手に変えるっていう自分仕様にあのちょっとレンタルさせていただいてる間は、自分仕様に勝手に変えました、え、ストラップだけ持ってったんですか、え、違います、だって変えるってどういうこと、あのしばらく借りてるんです、どういうこと、カメラを今も、はい、そうです、すごいな、はい、そう借りさせていただいて、それで交換したのか、撮ってます、なるほど、はい、ああ撮りました、めちゃくちゃ綺麗でした、この日も撮ったんですか、撮りました、紅葉とか、そうだよね、イチョウ並木とかも撮りました、いっぱい、これは何、こうやってんの、そうなんです、しかもあの落ちたてのイチョウだったんで、すっごく綺麗で、踏まれてない、イチョウだったんで、なんかバッてやった時にすごいこういうボリュームが、あー、だいたい、てかなんか地域なんですかね、大きいイチョウがこんぐらいですと、東京のはこんぐらいなんです、あ、そうなの、いや、わかんないけど俺そんなイチョウ詳しくないからわかんないけど、いや、そう、はい、違うの、東京とかでよやっぱこうやってやったりするじゃないですか、撮影とかで、こんぐらいなんですよ、へー、種類が違うのかね、でも筑波のはこんぐらい、いや、筑波のはっていうか、ここに植えてるのがじゃないの、それはなんかそのなんか売りにしてんじゃないんですか、こういうの、違うの、あ、多分そうだと思います、ただでかいんです、本当に、いや、そのでかい種類の植えてるんじゃないんですか、わざわざ、はい、だから良かったです、なんか筑波だけ突然変異したみたいに言うけどそんなことないと思いますけどねはい、良かったですね、まあでもいいね、楽しそうだもんね、はい、黄色、めちゃくちゃ黄色、はい、そうですね、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、7枚目、太郎さん、今年もたくさん撮影させていただきありがとうございました。どれにしようか迷いましたが、5月に撮影したこちらの1枚を選ばせていただきました。今年ならではの短めの髪が決まりまくってましたね。今年もよろしくお願いいたします、という、なんかすごいね、はい、また全然違ってきます ね、さっきのキメキメだってやつと全然違う、
はい、テーマは何ですか、これは。これはでもかっこいい系で撮影しましたね、この時は、うんね、これも金髪ですから、また6月とかってか5月って書いてある5月か、うん、はい、ちょっとしばらく前で、髪も短いですね。すごいね、これ場所どこ、何、地上階段、池袋のスタジオなんですけど、うん、普通にスタジオの中にこうやって階段があるんですよ。へー、あ、そう、はい、いいですよね、階段はこういう風に使えるから。すごいヤンキー姉ちゃんみたいな感じだけど ね、 、うん、ね、それがまたいいですね。ドンキホーテにいそうですよね。ちょっと嫌です、それは。あ、そう、はい、あ、そう、ごめんなさい、なんかドン、失礼しました、うん、なんか田舎っぽいじゃないですか。いや、都会にもあるよ、なんかかっこよくない。あ、まあまあまあね、確かに。じゃあちょっとタイトルつけるとしたら、なんか、ドンキで嫌ならなんかあるだろう、自分で、うん、これはキメキメ姉さん。まあまあ、そうか、まあまあ、そんなもん反省してください、後で。それはやだ、うん、まあでもね、はい、この時はこういうイメージでね、うん、髪の毛も短かったし金髪だったしということでね、うん、これが今年一番だそうですよ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いて8枚目、松にゃんさん、11月撮影、1年ぶりの待望のスタジオで好きなように環境を極振り極振りして楽しかったです。告知出た時から楽しみにしていたのに、この時特に予約瞬殺で希望枠取れなかったことも含めて印象深いです。ちょっと早いけど2023年もたくさん撮影ありがとうございました、ということで、またこれもまたなんかすごいね、ね、ポコーンって開いてますね。あ、ね、確かに。またこのへそのピアスがね、主張してますけど、これでも最近ですね、割と11月って書いてある、はい、この間だ、うん、これは何、テーマ、これは何ですかね、レザーハード、うん、でもこういうのあんまりやんなくない、ないですね、ね、本当にだからリクエストされてきた、あ、そうなんですね、着させていただいてますね、かっこいい系、持ってきてくれたってこと、あ、でもそうです、でもそうですね、今は自分でこう、うん、なるほど、うんうん、ちょっとね、なんかちょっと自分のにはない感じですよね、エロ系ですよね。そうだよね、あんまり俺もちょっと言っていいのか分からなかったから言わなかったんですけど。そう、あんまりやってないかもしれない。そうだよね、うん、ちょっとね、これぐらいは大丈夫です。あ、そうなの、はい、まあ、じゃあ基準ができましたね。そうですね、かっこいい寄りじゃないですか。でもこれぐらいは大丈夫ですって言うと、その基準からにスタートになるから、うん、それ上回ってくる人もいるかもしれないよ。それは大丈夫です、もう大丈夫、あ、NG なの、はい、うん、難しいですね、じゃあ。そうなんですよ、細かいですね、細かい、はい、あるのね、基準がね、あるんですよ、うん、なるほど。コメントは大丈夫ですか。はい、まあ、エロすぎるよというふうに来てますね。え、そうなの、はい、注意、ボンボンさんが、うん、いい意味かな、いい意味でね、笑ってますね。お母さんから注意が来たのかと思ってびっくりしちゃった、うん、大丈夫です、そういうことじゃない、はい、なるほど。はい、ということで、はい、ホノスタグラムは以上です。はい、ね、来年もね、たくさんの応募をお待ちしております。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ締めてください。はい、以上ホノスタグラムでした。はい、まあ今年もね、たくさん送っていただきましたしね、はい、うん、まあ、来年もね、たくさん送っていただけるといいですけれども、はい、テーマをね、考えるのも大変ですからね。そうですね、うん、なんか被ったような気もしますしね。まあね、うん、まあまあ、でもいいでしょ、それは。はい、うん、いろんなのはあれば、はい、またバリエーションとしてね、楽しめると思いますんで、うん、はい、じゃあ続いてはこちらのコーナーです。今年1年を振り返る、はい、2023年ホノグラフ、はい、ということで、まあ、こちらのコーナーは、はい、まあ、年末ということでね、これ、今回の放送、今年最後の放送でもありますので、はい、あ、それで思い出したけどさ、それ出しっぱなしだな。あ、そうなんです。乾杯しますか、はい、年末だし。そうだね、そういうことだよね。そういうことです、うん、もうぬるくなっちゃったかな。何の意味もなくビールが置いてあるっていうね、ことになっちゃうんで。
それでは、まあ、一応年末というか納会というかね、はいはい、番組の今年の締めですので、締めですね。で僕はココアですけども、では見ている方もお持ちください、うん、飲み物。それでは2023年メロメロ、ご観覧とご視聴ありがとうございます。それでは乾杯、はい、ありがとうございます。イエーイ、ね、はい、まあ、年末感をねやっぱり出したいということで、はい、うん、クリスマス年末というところですんで、うん、それがねなんか特に食べ物もなくて申し訳ないんですけど、ね、全然俺がギリギリに来たばっかりに こちらがあれば私は大丈夫でございます、はい、うん、じゃあ行きましょうか。でね、まあ年末ですんで、うん、今年1年のねまあ良かったこととか悪かったこととかいろいろあったと思いますんでグラフにして振り返っていこうというコーナーでございますね、はいはい、でまあ1年間の出来事なんかを1ヶ月単位で振り返っていただいて、まあ、それぞれに好きに点数つけるなりのしながら進めていきたいなというふうに思うんですけれども、はい、ちょっとねグラフをグラフというか、まあ、書いていただいたんですけど、はい、先に見せます。はい、うん、説明していいですか。どうぞ。去年はあの点数にしてたんですよ、はい、今年は最悪普通最高にしました。あ、そうなの、はい、なるほどね。まあ去年の方がいろいろあったでしょう。なんかバタバタしてたかもしれないですね去年は。今年はどうでしょうね、うん、はい、じゃあ今年のいきます。うん、いきましょう。どうぞ。じゃん。はい一応これ、え、最悪ゼロって何？ゼロ月はないけどどういうこと？いや、グラフってここにゼロついてるじゃないですか。だから一応ちょっとものによるでしょうけど、つけちゃいました、間違えた。ああああ、1月がゼロってわけじゃないのね。違います、1月はここです。なるほど。じゃあ別に最悪はなかったってことだ。そうです、ないです。じゃあ普通以下みたいなのが1月からスタートしてる。そうです、4月までですね。4月まで、でここから爆上がりです。ボーン。ほうほうほう。え、さっきの、じゃあさっき3月で喜んでたやつは普通以下だったってことだねいや、まあだから違うんですよ、なんか、うん、なんか不安、情緒不安定みたいな時 がこの辺なんかちょっとあんま調子悪かったんです、自分の中で。はあはあ、ただ生きてるのはすごい楽しかったですけど、うん、なんかちょっと不安定だったかなみたいな。あ、そうなんだね、はい。じゃあそれぞれちょっと、うん、なんかこう楽になったんですね、その後楽になったってちょっと怖いけど、なんか取り憑かれてたのかなみたいなぐらい。そうなの、はい。まあじゃあちょっと説明していってもらえます、はい、はい、じゃあこれちょっと、うん、俺持ってましょうか。はい、いっぱいあるんですよ、まとめたら。あ、そうなの、はい、うん、まずですね1月、はい、1月の出来事ですね、うん、バッサリと髪の毛を切りました。ほう。あの髪の毛がずっと何ですかね、こう背中の真ん中より長かったんですよ、うん、だけどここぐらいまで切りました。うん、それはなんで？気分です。なんかちょっと切ってみようと思って。だって悪かったこととは関係ないの。じゃあそれ、だからそのなんかそうなんです、切ってみようと思って切った、うんうん、なんか取れるかなと思って。あー、なんかもうその時点でちょっとモヤモヤしてたんですか。はいはい、だからなんか切ったらそれ飛んでいくかなと思って、うん、で結果は4月までこれです。あ、じゃあ飛んでいかなかったら全然関係ないってこと。そっか、関係なかった。そんな髪の毛切っても、はい、なんか、なんか痛んでしょうね、多分体が重かったんです、ずっと。へー、え、何、怖い話になりますか。違います。いや、でもなんかあんまないんですけど、そういうの、うんうん、本当になんかずっと疲れてるみたいな。うーん、でも楽しかったですけど、生きてるのは、うんうんうん、ただ体が重い感じです。なんか調子悪かったんだね、うんうん、はい、ということですね。で、2月に入りまして、はい、竹並市に会います。ほう。大阪で遊びました。あー、そうなんだ、はい、うん、これが辞めてからぶりでしたね。へー。だから2年、辞めて2年とか2年ぶりぐらい、ね、メンバーにね、はい、元メンバーの竹並いろは氏に、うん、と遊びましたね。これだってショールーム見てる人とか誰っていう人っているかもしれないから、まあ、確かにプリンセスは眠らない、うん、
の初期メンバーですね、うんうんうん、2人でやってた時のメンバーに会いましたね。あ、なるほど、ね、そうです。でどこ行ったの、大阪で。ユニバに行って、うん、で生地というお好み焼き屋さんが美味しかったです。あ、そうなの、はい、行ってみてください。有名なの、うん、なんか老舗のお好み焼き屋さんで、うん、そうなんです。あ、そう、なんかいいです、雰囲気も並んでるんですよ。まあそうでしょうね、それはね、はい、なので行ってみてください。どれぐらい並んだの。40分ぐらい。あ、まあそんなもんか、はい、じゃあいいね、うん、うん、いっぱい。でもこれ普通以下なの。でも2月はめちゃくちゃいろいろあります。お、まだまだあります、うん、メロメロで、うん、あのキキビールをしたんですけど、はいはい、その時にオリオンビールが美味しいということに気づいたんです。あ、そうなの、はい、そっからなの。そ、まあ飲んではいたんですけど、うん、美味しいってことに気づいたのが。あ、じゃあ他と飲み比べてオリオンビールが美味しいっていう。はい、あ、そしてですね、うん、スノボに行きます。はいはい、うん、体は重いですけどなんか楽しそうにしか聞こえないけどね、聞いてる話は。いや、だからまあ基本的にはハッピーなんです、うん、ただ具合がちょっとなんかあれだけで、うん、基本は全部ハッピーなんで、うん、なるほど、はい、そうです。なのでもうスノボも楽しかったですね、当たり前ですけど、うん、当たり前なんです、うん、はい。で3月に入りますと、はいはい、おへそのピアスを自分で開けました。自分で開けたの、はい、うわー怖やっぱ痛いと思いますか。いや痛いでしょ。痛そうに思いますよね。痛いし怖いよ、うん、はい、自分でチャッて開けました、うん、そんなのなんかさ、だってなんか可能しちゃいそうじゃん。まあ確かにそれちょっと怖かったですけど大丈夫でしたね。なんかそういうの調べたんですか。はい、めっちゃ調べました。 YouTube も見たし、いろいろ調べてガチャン。はい、そんないきなり開けちゃったらな、そんな中高生じゃねえんだから怖いよね。はい、まだありますね、はい、自宅で唐揚げを作るも失敗いや、どうでもいいの入ってきたな急にどうでもいいの入ってきた。これ出来事ですから、やっぱり。お、何、唐揚げって難しいですよね、作るの。めちゃくちゃ難しくて、でも味を染み込ませたいから、うん、生姜とニンニクと醤油、うんうん、でこう塩コショウ味付けてこうしっかりじっくりこう、うん、漬け込んだんですよ、うん、よしと思ってなんかこうつけて、うん、ボチョンって油に入れるじゃないですか、うんうん、なんですけどなんか中身がちゃんと焼けなくて、うん、なんでなんでですかね。ちゃんと温度は合ってるんですよ、こう熱々の油で、うん、なんですけど、できてないってなってもう一回入れるじゃないですか、うん、だからどんどんなんかべちょべちょになってきて失敗でした。最悪だな。はい、唐揚げはちょっとリベンジしたいですけどね。それさ、唐揚げの素みたいな今あるじゃないですか。はいはい、それじゃないの。そういうのは使わないってことですか。はい、自分、あ、でもどう使ったかな。ちょっと唐揚げチャレンジしてメロメロで流すっていうのはどうですか。え、うん、よ、はい、ここじゃできないからね、それ油も投げるのは自宅でちょっと取って。あ、いいじゃないですか。はい、唐揚げチャレンジね。唐揚げ作るのは調べたんですか。調べました、めちゃくちゃ。おうおうおう、すっごい調べて失敗したんです。あ、そう。だから難しい、何がいけないんだろうね、じゃあ、ね、いや難しいですね、うん、油、そうなんですよ。だからちょっとチャレンジし、まあ失敗ですね。そうですね、はい、で、あ、3月の、うん、さっきのあの写真も3月でしたよね、電話してる風のやつ。あ、そうだね、あれフレッシュの撮影会なんですけど、うん、外小撮に初めて出演しました。あー、なるほど、新しいことしようと思って、はい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 、初めてでした。初めてなの。はい、小撮は外の、うん、どうでした。はい、よかったです。この間も、うん、お台ビッグサイトの方で紅葉の撮影しました、小撮で、うん、外はいいですね。なんで出なかったの今まで。うーん、だって大して変わんないんじゃないのかなって俺から見たら思っちゃうんだけど。変わんない、別にその出ることに抵抗が。あ、そうなんですよね。だって他ではやってるわけでしょ。そうなんです。だからでもなんか違うことしたいなって思って、うん、って感じです。いや、だからなんで出なかったのか聞いてんだよまあいいけど、はい、です。はい、あとは髪の毛を金髪に染めたのは3月です。うんうん、なるほど。はい、ここもまたなんか何かが起きるかもと思って気分を変えてみたと。いや、そうです、いろいろ、うん、まあ
そうですね。そして4月は、初めての長崎県に行きました。長崎遠征に、うん、ほう、何しに行ったの？撮影です。へえ、自分で撮影してもらう側。あ、自主企画。はい、そうです。あ、すごいね。長崎県良かったですね。なるほど。はい。そして、4月ですね、父親と初めての差し飲み。そうなんだ。どういう気の。いや、わかんないですけど、急に連絡が来て、ちょっと行かねえかみたいな言われたんで、あ、いいよって言って初めて、はい、父と娘の差し飲みで、結局4時ぐらいに集合したんですけど、12時半ぐらいまで飲んでました。え、すごいな。夜のですね、はい、8時間。はい、すごいね。すごいですよね。親子ともすごい強いんだね。結構飲むかもしれないです。あ、はい、どういう話するんですか？何の話したか。でも、あの、何でしょうね、後悔みたいな。後悔？後悔。誰の後悔？お父さん側の後悔。ごめんねってこと？本当だよって。あ、そういうこと。そういうのを、はい、話したりしましたね。じゃあちょっと腹割って話せたみたいなことですか？あ、そうですね、大人になったかなみたいな。まあ、そうです。これ結構でも自分にとっては大きい話かもしれないですね。まあ、でも嬉しかったでしょうね、お父さんね。どうでしょうかね。いやいや、そりゃそうだよ、それは嬉しいよ。はい。で、5月になって、え、ちょっと待って、その4月お父さんと話してもここまだモヤモヤ残ってたの？結局、うん、そうなんですか。お前だけならスッキリしてんのって話じゃん。お父さん、なんですかね、わかんないですけど、なんか具合悪かった。あ、そう。5月行こうよ、じゃあ。はい、うん、まあ、はい、5月ですね、うん、ザウオって知ってますか？え、ザウオ。ザウオ知らない。お魚をその場で釣って調理してもらう居酒屋さんなんですけど、うん、そこに行ってお母さんと、うん、食べまくりました。なんかたまにちっちゃいの出てくるんだよな、急に。はい、唐揚げの件といい。うん、居酒屋に行ったってだけの話ね。そうです。うん、でも本当におすすめなんです。イケスみたいなので釣れるってことだね。そうです、そうです。それがすぐ食べられると、はい、めっちゃくちゃ美味しい。なんかもう、うん、プルプルしてるんですよ、身が。イケ作りみたいな。はいはい、それです。へ、めちゃくちゃ美味しい。そういうの平気なの？はい、こうやって見てます。怖いな。あ、そう。ツン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 ってして、まだ動いてるぞっつって、はい、ビビビってなってる魚が。すごいなんか悪趣味に聞こえるけどね。、うん、はい、まだあります。はい、和尚さんの、うん、葬儀屋と和尚さんの、和尚さんのギター生演奏でオリジナル曲スタートミーアップを初めて歌いました。あ、ギター演奏ってあんまなくて今まで、うんうん、絶対曲が流れてるじゃないですか、うん、ライブとかは。だからこうギターで生演奏そうで歌うっていうのは良かったですね。うん、初めてでした。なるほど。なんかアーティストになった気分。まあ、アーティストっちゃアーティストですけどね。はい、あ、これ大事です結構、うん、5月、はい、初めてのフェスに行くもお酒を飲みすぎて、まあ、お手洗いが近くなりお目当てのバンドが見れない。そう、間抜けですね。ということがありました、うん、5月。これ初めてだったんですけどね。楽しかった？はい、楽しかったです。また行きたいなって思いましたね、はい、フェス、うん、はい、まあ、ちょっといっぱいあるんですね5月は、うん、ディズニーで、うん、グリーティング、こうキャラクターと会うタイミングの時に、うん、ハグできるようになったんですよ。ああ、コロナの、はい、開けて。前までは2メートルとか開けなきゃいけない。写真撮る時もこう、あ、なんかこう線が決まってたんですけど、はいはいはい、それが解放されて、うん、ドナルドとギュッてしたんです。もう嬉しくて。なるほど。うるうるしちゃいました。かわいかった。ごめんなさい、すっごいちっちゃいんですよ。だから、うん、ちっちゃいね、出来事が。ちっちゃいのが多い。だからちっちゃいのの積み重ねで5月上がってきたのかな。いや、もうあの違うの、基本的に。あ、ずっとこれですよ。でも最高、最高だよね、5月から。ただ体調が悪かっただけです。あ、そういうこと。はい、うん、だグラフ的にはごめんなさい、ここですわ。ずっと最高だ。最高。いらねえじゃねえかこれ。うん、まあ行こう。はい、じゃあ、次6月ですね、うん、セロビのラストライブに行きました。ああ、やめた後。そうです、うん、所属してたアイドルグループ、うん、セノビが、うん、まあ、やめてからもあったんですけど、うん、まあ、結局
最後を迎えて、はい、そのライブに行きましたね。なるほど、はい、どうでした？なんかあでこうステージにメンバーで全員であそうなんだなんかちょっと出て出させてもらって、はい、出させてもらって楽しかったです。あこのメンバー好きだったなって思いました。うん、なるほどね、よかった、はい、で、6月に金髪に飽きて黒髪にしました。はいはい、うんコロコロ変えるね今年はい、うん、そして6月ですね、お母さんと軽井沢旅行に行きます、うん、初の軽井沢です。どういい、テニスとかやった？いややってないです。軽井沢といえばね、まあ、確かにみんなテニスと林みたいなところでもすっごい空気は良かったですね。うん、はい、ご飯も美味しかったし、うん、軽井沢ってめちゃくちゃすぐ行けるじゃないですか、うん、だから良かったです。うん、そしてあこの頃ですね、お腹がプニプニしすぎて、うん、やばいなと思い始めました。この時が一番、ちょっとしたことだけど、うん、この時が一番結構本当に、まあ、今もですけど、うん、本当にこの時がやばかったんですよ。はい、でも写真撮られたら写るからな。そうなんですよ、うん、写真でうまくカーッて引っ込めて、うん、でも引っ込めても隠しきれないぐらいなんかぷよってたんですね。でちょっとやばいと思い始めまして、うん、ジムを契約しました。ついにほうほう、初ジム？初ジムです。うん、どうです？今も行ってます。おう、週1ですけど。おう、でも続いてるんだ。まあ続いてます、無理やり続けてますね。はい、どうですか行ってみて。でもいいですねやっぱり、うん、なんていうんですか、体を常に動かしてるから健康になれる気がします。何やってんの？結構やってますよ。お尻のトレーニングと、うん、背中と腕とお腹です。へー、全部ですね。そういうのができるんですね。はい、うん、教えてもらってます。教えてもらってやってます。なるほどね、はいはい、はい、そして7月これが一番重要なやつです。はい、めいっ子が誕生しました。出た。はい、うん、もう可愛いんです、うん、今日もいるの。メイのために生きてるもんね。そうです。もうね。メイの頭が可愛いんです。もう。ふわふわして頭が本当に可愛いんですね。はい。そう。おいくつ今メイ1個さん？7月に生まれてるので。あ、そうかそうか。今年生まれたばっかか。そうです。8、9、10、11。そうだね。1歳になってないぐらいだ。そうです。やっと首がこう座って、最近こううつ伏せで自分で。だって可愛い。じゃあたまらん、楽しみが続くね、まだまだ。そうですね。なんか買い物とか行きたいですけどね。ああ、買ってあげたい。まあ、メイだからね、あんまりあれ関わりすぎるというのもあれですけど関わっちゃいますね、うん、はい、そして、ミリアさんはミリアさんですね、うんうん、私の仲いい先輩なんですけど、うん、石垣旅行に3年目行きました。ああ、なんか行くって言ってたやつですね、はい、そしてウミガメを初めて見ました、うん、すごいな、はい、うん、ガチのウミガメ。どういうあれで？シュノーケリングしました。その時にいて、へえ、いるんだ。いるんだなって思いました。泳いでたってことですね。偶然。すごいな。でもイルカが見たいですね。あ、次は。なるほど。はい。そして8月27歳になりました。うん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 、誕生日で、うん。そして背伸びのメンバーとバーベキューに行きました。全員で？はい。へえ、仲いいね。そうなんです。うん。なんかみんなで遊びたくないって言って、うん、だいたいでもこれ言うのは私なんですよいつも。うん、そしたらでもみんな来てくれたんで嬉しかったですけどね。でも解散しちゃったんだね。はい、なんでだろうね。なんででしょうね。はいはい、まあね、まあまあ、メンバーは仲いい。やめなさいよ。俺が言うならまだしも、あなたがそこまで突っ込んじゃいけないよ。うん、で9月ですね、うん、お母さんと軽井沢旅行に行きます。あ、間違えた。2回目？金沢。金沢ね、はい、あ、いいね。次は金沢に行きました。どう？金沢もいいですね、うん、見るところがいっぱいあって、何でしたっけ、庭園、兼、うん、六園、うん、めちゃくちゃ良かったです。兼六園に1日入れるんじゃないかぐらい広いし、なんかベンチとかもあるから、そこでこう、うん、ポポケとしていきたいなってぐらい。うわ、もう美味しかったです。すごい旅行してるね今年。はい、そうなんです。お母さんが旅行したいってずっと言ってて、うん、で旅行してます。あ、そして、
9月ですね、サウナの良さに気づきました。もうなんかだんだん OL みたいになってきてませんか。ジム行ってサウナ行って旅行行ってっていう、あのサカツですね、うん、はい、はい、あとは10月髪の毛をピンクに染めます、うん、もうその髪の毛を変えた話か旅行行った話しかねえのか。うん、そして姪っ子のお食い初めですね。何お食い初め、あ、はい、ありまして、うん、可愛かったです。何すんの。一番年長の方からその赤ちゃんに、うん、食べさせるふりをこうしながらなんですけど、うんうん、私はおばあちゃんがいるので、うん、ひいばあちゃんからメイにこうやるっていう、うん、そのなんか歴史的な瞬間といいますか、うん、感動的でした。年の差だってね、だいぶありますから。まあまあそりゃそうですよ。なんか、うん、いいなって思いました。そんな4ヶ月のやつなんかもやつとか言わないでください。めちゃめちゃ下ですよね、そりゃ。はい、11月、うん、お母さんと草津温泉に行きます。本当に OL カツのだから、うん、すごいベタななんか旅行ばっかりしてるね。そうなんです。あーすごいね。これはでも本当最近行きましたね、11月の、うん、ですかね。11月はでもそんぐらいで、あとはないですね。以上？はい、11月はそうなんですよ。あの OL の日常を紹介する番組みたいになってますけど。確かに。芸能活動の話一切出てきてないけど。そうなんです。どうなってんだ。だからやっぱり今年はそうですね、好きなことをしまくった1年だったので、うん、そうだね、はい、確かに2023年はなんか、あ、4年か、4年は、うん、なんかお仕事に、いや本当ですよ、これ1年振り返って旅行と髪変えた話しか出てこないって、これ普通の OL でもいいじゃないか、ここ別に。いや本当ですね。え、だから何か違うことができたらいいのかなと。そうですね、思いますね。やっていきましょうよ。はい、え、だから12月まではたくさん好きなことして楽しむと。はい、楽しみます。1年ですね、はい、はい、ということで以上でございます。はい、はい、もう時間があれですから、はい、続いてのコーナー行きましょう。はい、はい、最後ほのかとプレゼント交換会。はい、ということで年末といえば、まあ、クリスマスということで、クリスマスといえばプレゼント交換ということで、はい、今日観覧にお越しの皆様に300円程度のプレゼントを持ってきていただいたと。でそれぞれと、交換といきたいところなんですが、抽選で1名様に酒井さんの持ってきてくれたプレゼントが当選、そして交換できるということでございますが、その300円の持ってきていただいたプレゼントは全部酒井さんがもらうってことですよね。はい、うん、ものすごい暴君みたいな企画ですけど、まあ抽選いきましょう。はい、でね、まあ事前に、お客様には、番号を書いた、ものをお渡ししております。番号を書いたくじと言いますかね。はい、でこの中で、今酒井さんに同じように番号を書いた、くじを引いていただきますので、うん、でその当選番号と合った方がまあ当選と、はい、いうことになります。ちょっとね切りましてね。じゃあプレゼント持ってきます。お、いいよ、持ってきて、持ってきますで用意しといてくださいよ、そのすぐ出るところに。本当にじゃーん。何、うん、ラコステ買いました。何ですかそれ。ラコステ。ラコステ、はい、中身は、じゃーん、うん、これ開けていいですか。いいよ。すごい緑ですね、かわいい。ちゃんと、うん、皆さんが、まあ、誰が当たっても使えるようにって考えながら選びました。うん、何それ。これ超高級メロンゼリーで。いや、ラコステの袋に入れないでよ。分かりにくいから別にしときなよこれ、うん、今年新発売した、うん、お菓子ね、はい、和菓子ね、超うまメロンゼリー、はい、はいはいはい、高級、うん、そしてこちらですね、開けちゃおう、うん、やべ、破れちゃった。ごめんなさい。
坂井さん、この番組50分番組でね。え、そうだ、やばいやばい、54分経ってるんですよ。忘れてた。気をつけてください。忘れてました、すいません。この後も番組あるんですから。やばいやばいやばい、別の番組が珍しく。やばいやばいやばい、そうだ、時間が違うんだから、いつもね、ぐちゃぐちゃになっちゃった、本当にごめんなさい。頼むよ、本当。こちらです。何ですか？タオルかな。ハンカチ、ハンドタオルみたいなね、はい、ことですね。しかも私の好きな色で、緑。これは使えますよね。うん、なので使ってください。はい、ということがプレゼントかな。以上、はい、以上です。じゃあこの、まあ要はですね、誰がどの番号を引いてるかっていうのはわからないので、はい、この中で選んでいただいて、はい、もう見えないようにしてますね、はい、これだ。はい、どうぞ。何番？4番。4番の方。おー、はい、ということでございます。あ、あとまだすごい、あるの、はい、うん、メッセージカードもございます。うん、はい、いいじゃないですか。観覧に来ることがと、いいことがあるってことだね。そうですよ、うん、お菓子だけじゃないですか、ちゃんとプレゼントあるから。はい、よかったよかった。じゃあね、後ほど差し上げて、はい、 後ほど、はい、あとあれですね、うん、皆さんが持ってきたプレゼントは一方的に募集されるという、はい、あの、回収させていただきます。ということでございます。じゃあ告知をしましょう。はい、はい、あ、撮影会、ショールーム、ツイッター、そうです、撮影会ですね、ライブ。12月は明日の紅葉の撮影会がまだ枠が空いてまして、うん、はい、あの、井の頭公園なんですけど、多分今の時期が綺麗だと思いますので、ぜひお待ちしております。はい、そして小撮なんですけれども、29日のメリリー撮影会がまだ空いてます。はい、はい、ですね。で、あとライブが13日と21日に、うん、どこでやんの？渋谷、13日は渋谷ジージーさんで、うん、21日は、あ、渋谷です。デセオミニ、デセオさんです。デセオミニ、はい、はい、デセオさん、はい、まあ、詳しくはツイッター、はい、まあ、X をご覧いただければ、はい、ということですね。はい、はい、じゃあ締めてください。はい、それでは皆さん、今年も1年ありがとうございました。さようなら、メロメロコセビーム。はい、良いお年を。良いお年を。ありがとうございました。